皆さんこんにちは、しののめしのです。今回紹介する SCP は、アイテム番号、SCP-50JP、カッパレ。オブジェクトクラス、ユークリッド。特別収容プロトコル、SCP-50JP は性質上、収容は非常に困難であるとされています。感染者は発見次第、直ちに確保し無力化してください。SCP-50JP あの実体化が確認された場合、SCP-50JP に感染した D クラス職員をおとりとし、SCP-50JP-A を日没まで引きつけてください。その間に逃走する D クラス職員を死任した一般市民がいた場合は、高速の後クラス A 記憶処理を行い解放してください。おとり役となった D クラス職員は、その精神状況により、適切な記憶処理を施すか終了してください。現在、日本国民の、%以上が SCP-50JP に感染しているとされ、その完全な収容は実質的に不可能です。後述する収容プロトコル、市町村防災行政無線ベータに基づき、SCP-50JP また SCP-50JP-A による被害を最小限に抑えてください。財団職員が SCP-50JP の可視に関する記録を閲覧する場合は、レベル3 SCP-50JP クリアランスが必要です。説明、SCP-50JP は、県、軍が起源とされるわらべ歌です。その歌詞やメロディーに異常性は見られませんが、それに感染した時にその特異性が発現します。SCP-50JP には伝染性があり、SCP-50JP 感染者の歌声を介し、それを聞いた人に感染する能力があります。この電波経路には制限があり、録音や音響機器を介した場合では感染せず、交渉によってのみ感染することが確認されています。非感染者が SCP-50JP と同様のわらべ歌を歌った場合にはその能力や特異性が発現されることはありません。レベル3 SCP-50JP 以上のみアクセスか。アクセス承認。SCP-50JP。歌詞全文。かっぱれ、かっぱれ、よいよい。かまぼこ、つのぼこ、夜のぼこ。お腹を空かせてやってきた。かっぱれ、かっぱれ、よいよい。隣のあの子は夜の中。食べられちゃったら、夜の中。SCP-50JP に感染した者は、その生い立ちや経験に関わらず、過去に SCP-50JP を聞いたことがあり、遊んだことがある、という解雇的な感情を抱くとともに、SCP-50JP の歌詞や曲調、遊び方、口述、を常識的知識として錯覚します。この症状は潜在記憶に対する強力な改変能力を有しており、簡易的な記憶処理では SCP-50JP を忘却することはできません。完全な治癒にはクラス A 以上の記憶処理が必要とされていますが、により今後の実験は禁止されています。また、感染者は非感染者、特に12歳以下の児童、に対して SCP-50JP を交渉しようとします。この行動における積極性は感染後の経過時間に比例して増大することが判明しています。特に12歳以下の感染者は、SCP-50JP を用いた遊戯、感染者が、遊び、と称するもの、以降 SCP-50JP-A を行うため、居住地域に存在する一般的な公園や空き地へ集まる習性を有します。SCP-50JP-A を行う正確な周期に関しては未だ不明ですが、SCP-50JP-A の開始時間はその地域の日没時間と密接な関係があることが判明しています。また、SCP-50JP-A が行われる日にはその前兆として、該当地域の感染者たちが積極的に SCP-50JP を口ずさんだり、その鼻歌を歌うようになることが確認されています。SCP-50JP-A、概要。1、集合した感染児童集団から1人の女児が無作為に選ばれ、2役となります。集団に女児が存在しない場合、最も小柄な男児が2となります。対象となった男児は頭髪が30センチメートルほど伸び、ついで乳房のわずかな発育も確認されます。この変化は不可逆的で、およそ10秒で完了します。2、ニエはその場にうずくまります。他の感染児童はニエを囲うように手をつなぎ、SCP-50JP を歌いながら周回し始めます。3、ニエの頭髪がニエ自身を包み込むように伸長し、ついで強烈な腐敗臭を放つ濡れ場色粘性幽体、以降 SCP-50JP-A1。え変化します。初期段階の SCP-50JP-A1 の大きさは全長 0.8 メートルほどです。4、SCP-50JP を歌い終わると、感染児童たちは一斉にその場を走り去ります。5、歌い終わりから60秒経過すると、SCP-50JP-A1 は周囲の感染者に対して追跡を開始します。
範囲内の全感染者がその対象となり、追跡範囲は SCP-50JPA が行われた位置から半径メートルほどに及びます。6. SCP-50JPA1 は感染者に接触すると即座に対象を取り込み肥大化します。全長約 2.0 メートルまで肥大化すると2個体に分裂し、それぞれが自律的に行動を再開します。7. 範囲内にいる全感染者が存在しなくなるか、該当地域が日没を迎えると SCP-50JPA が終了し、すべての SCP-50JPA1 はその場で消失します。SCP-50A1 は感染者のみ視認することが可能で、いかなる手段でも無力化や破壊はできません。また、SCP-50JPA1 に吸収された人物を救出することは現状不可能であり、SCP-50JPA1 の消失先は未だ不明です。ホイ51、SCP-50JP の突然変異体について、1900年、月、日、県、市内で原種とは異なった歌詞を有する SCP-50JP が発見されました。これは感染地域の方言や風土の影響を受けたことによる突然変異であると考えられています。これまでの調査で4種類、9種類、種類の突然変異体が発見されています。これらはその活性により、単一性変異体、と、複合性変異体、に分類できます。単一性変異体は季節性環境変化に不活性であり、1年を通して同一の歌詞であり続けます。複合性変異体は季節性環境変化に対し活性が高く、3から6ヶ月ごとに歌詞が変化します。1個体が複数種の SCP-50JP に感染することはなく、常に感染の上書きが発生します。感染者が転出した場合、原則的に個体数の多い在来種に統合されます。しかしごく稀に在来種との逆転が起きる場合があるため、各感染地域に対して定期的な調査が必要とされています。ホイ52、収容プロトコル、市町村防災行政無線。収容プロトコル、市町村防災行政無線ベータ。概要。各地域に設置された屋外拡声支局や個別受信装置から特殊拡声スピーカーを介して、各地域の感染種に適した特効旋律を規定時間に放送するとともに、遊び場付近の蓄圧式噴霧器からクラス A 記憶処理ガスを散布してください。また、遊びの前兆が確認できた地域には、機動部隊派、8、地域安全パトロール隊、を派遣し、該当地域の巡回と緊急時の制圧に当たらせてください。夕焼け小焼け、音声サンプル。SCP-50JP が有するわらべ歌という形態から SCP-50JP の特異性や能力に対し影響を与えることができる旋律の存在に関する仮説が有事博士によって提言されました。検証実験の結果、仮説を立証する複数の旋律が明らかになりました。現在、財団が把握している突然変異体、種すべてに対して、それぞれに対応した特効旋律が発見されました。またこれは SCP-50JPA1 に対しても有効であり、これを聞いた SCP-50JPA1 は即座に消滅し、該当地域の SCP-50JPA も強制終了することが判明しています。有事博士は第一段階として、最も感染者数が多い SCP-50JP 原種に対し有効な旋律を、夕焼け小焼け、と命名、また同名のカバーストーリーを一般市民に広く普及させることで SCP-50JP による被害を最小限に抑えることを提案しました。これは即座に承認され、収容プロトコル、市町村防災行政無線アルファ、として適用されました。その飛躍的な成果と各突然変異種に対応した特効旋律の発見を受け、旋律に課長音を有する全ての特効旋律に対し、ウェストミンスターの鐘、ふるさと、陶器山に火は落ちて、をはじめとしたカバーストーリーを展開トルフが執行されました。1900年、月、日、すべての特効旋律を組み込んだ収容プロトコル、市町村防災行政無線ベータ、が適用されました。現在、
この収容プロトコルは SCP-50JP に対して最も有効かつ現実的な手法であるとされています。この教習を思わせる戦慄の加工、我々は知る必要があるだろう。龍二博士、